ッチ勝手にカミスリー。今回はスタジアムが歓喜と涙で包まれた劇的 J1 残留試合カミスリー。まず1つ目の残留神ゲームは2012年 J1 最終節、アルベレックス新潟、サポーターと掴んだ奇跡の残留。2012年、J1 残留を目指す新潟だったが、8月から降格圏を抜け出せていない厳しい状況が続いていた。迎えた最終節、残留の条件はこの試合に勝利し、なおかつ当該2チームが引き分け以下、残留の可能性はかなり低かった。それでも新潟サポーターは選手を後押しするため、雪が舞う中およそ3000人がスタジアム前に駆けつけた。そしてサポーターが掲げているこの横断幕、実は試合前日に怪我で戦列を離れていた東口がサポーターと共に作ったものだった。最後まで悔いが残らないように頑張っていきましょう。しゃ、はい、頑張ろう。はい、サポーターの思いは届くのか。新潟が J1 残留に向けた奇跡の一戦。前半8分、ブルーノのパス、ルーズボール、シュートだ、来た、先制。坪内、ホーム新潟先制。アラミネイロ、前にはブルーノロペス、粘ってミドルシュート、追加点に。最終節に攻撃陣が爆発した新潟は4得点で圧勝。他会場より先に試合を終えた新潟、 J1 残留を信じ、選手サポーターが他会場の結果を待つ。終わったか、終わった、決まった。最後まで諦めずに応援し続けたサポーター、そしてそれに応えた選手たち、ピッチとスタンドでは同じ歌が歌われた。神戸、可能性がある限り諦めなかった J1 残留。2010年9月、シーズンを通し調子の上がらない神戸は立て直しを図るため和田正弘が監督に就任。しかし32節大宮戦で引き分け、 J1 残留は相当厳しい状況に。それでも指揮官は、何が起こるか本当に分からない、この勝負の世界なので、最後まで可能性のある限り。迎えた33節、神戸はホーム最終戦で勝利をつかみ取り、 J1 残留へ望みをつないだ。可能性のある限り最後まで戦ってまいりたいと思います。最後までご声援よろしくお願いします。2010年 J1 最終節、敵地で浦和と対戦した神戸、ベンチ入りできなかったメンバーもスタジアムに駆けつけた。さらに地元神戸からはパブリックビューイングでサポーターが声援を送った。前半31分、神戸はロングボールに抜け出した吉田。
神戸が残留へ向け待望の先制点。ハーフタイム、他会場の途中経過で沸くサポーター。このまま行けば神戸が残留。後半も神戸ペース。吉田がこの日2点目となる PK を決め、リードを広げる。14分にポポのパスパク・カンジョ、試合を決定づける3点目。勝利を確信したスタンドの選手たちがピッチへ。他会場の情報をベンチに伝える。アディショナルタイムにはドリブルで突破した森岡から小川、ダメ押しの4点目。そして試合終了と同時に選手全員が和田監督のもとへ。終盤は7試合負けなしと驚異の追い上げで J1 残留を手にした。可能性のある限り戦い続け、チームが一体となり掴んだ奇跡の J1 残留となった。3つ目の残留神試合は2008年ジェフユナイテッド千葉。6分間で起こした奇跡の大逆転劇。サポーターの皆さんも全力で応援してくれますし、最後まで諦めずに勝負していきたい。2008年、札幌の降格が決まり、残す自動降格はあと1クラブ。17位の千葉が残留するには勝利、そして磐田、東京ヴェルディの結果次第という厳しい条件だった。しかも試合は序盤から FC 東京に攻め込まれる展開。それでも千葉はリーグ戦初出場の串野がゴールを死守、得点を許さない。しかし前半39分、コーナーキックから失点。千葉ついに均衡を破られてしまう。前半を終え1点ビハインド。このままでは他会場の結果に関わらず降格が決定する。しかし FC 東京の勢いは止まらない。後半8分、サイドから切り込んだ長友がゴール。0対2、千葉窮地に立たされる。あとそれでも諦めない千葉、 J リーグ史上に残る6分間での大逆転劇。 J1 残留へ勝利が絶対条件の千葉だが、ここまでのスコアは0対2。このまま行くと J2 へ降格してしまう大ピンチ。流れを変えるべく千葉は後半11分に荒井、18分に矢沢を投入。するとここから奇跡の逆転劇が始まる。後半29分、矢沢のパスから新井が決める。途中出場した2人、1点を返す。そのわずか3分後、牧野落とし、矢沢が決め、2対2、千葉あっという間に同点に追いつく。さらに3分後、
レイナウドが PK を獲得。サポーターも手を取り合いゴールを祈る。そしてなんと6分間で千葉が逆転に成功。さらに後半40分、矢沢がダメ押しとなる4点目。見事4対2で千葉が逆転勝利を収めた。そして残留の行方は他会場の結果次第。サポーターも奇跡を信じ、試合後も声援を送り続ける。そして千葉が6分間で見せた見事な逆転劇で、厳しい条件下奇跡の残留を果たした。